もう少しドリブルしてもよかったと思いますけど、やはり自分のリズム、タイミングというのがあったんでしょうね。狙ってきましたね。もらう、トビーニョへ繋げたいですね、これね。インサイド気味、この1対1マッチアップ面白いんですけどね。狙いは非常に良かったと思いますけど、ちょっとタイミングが合いませんでしたね。前半20分になろうというところ、いいカットですね。ボックス内に入っていけるか。さあどうしますかね。中央を上げる、弾かれて、うー、危ないところ、コースになってきましたね。両チームとも積極的にゴールを取りに来てますよね。バッチーニ、ゴール決まった。いや、決定的でしたよね。ミラン相手に先制点をもぎ取ります。これはもう決めるだけでした。絶妙なアシスト、交錯、ここ早い攻めしたいですね。果敢なディフェンス、エトーへ、プレーが目立ったのかもしれませんね。ディエゴミリートシュート、さあもう一度、危ない、うん、どうだ、シュート、追加点を許しません。前半から一気に勝負をかけてきてますよね。ネスト、ヘイトーがインターセプト、